徳島県発祥の阿波踊り。ここ関西でも毎年夏になると天神天満阿波踊りが開催され、天神橋筋商店街と大阪天満宮を500人以上の踊り手たちが力強くしなやかに踊ってます。踊るアホーの皆さんは関西に住み、阿波踊りをこよなく愛している人たち。あ、今見てる映像は去年のやなくて2019年の映像。そう、ご存知の通り、新型コロナウイルス感染拡大防止のために去年は中止になってしまいました。せやけど関西では今でも定期的に阿波踊りの練習が行われてます。番組では関西で阿波踊りを愛する人たちが阿波踊りの魅力を存分に語ります。同じアホならおとらにゃすんすん。まず最初はこちらのご夫婦です。踊れなソンソン阿波踊り。最初は妻と始めた阿波踊りだったんですけども、子供が生まれ、大きくなって今は一緒に家族全員で阿波踊りをしているということで、本当にその楽しい毎日を過ごせるようになっています。そうですね、共通の話題があるので家族の話も阿波踊りが多くて楽しい食卓になっています。こないして花田さんのご家族は家族全員で阿波踊りを楽しんでます。奥さんの牧さんは徳島県出身。牧さんのお母さんは孫の阿波踊りを見てえらい感激したんやとか。ご夫婦はいつも優しいんですけど、阿波踊りとなると意外とストイックです。未だに満足のいく踊りは踊れてないんですっていう部分が阿波踊りの魅力だと思います。うまくなりたいという気持ちというか、ゴールがないというか、こう自分で満足したら多分そこで成長というのは終わってしまうというので、その奥深さっていうのが一つの魅力だと思います。はい、そう語る旦那さん。初めて踊ったのは本場の徳島でした。初めて踊った時の気持ちとしては、あ、自分としてはもう結構うまく踊れてるなという気持ちで踊ってたんですけども、その後その自分の踊る姿を見る機会がありまして、あまりにも違う自分がそこにいたので、もう愕然としました。本当にその生活のもう真ん中に阿波踊りっていうものがドンと入りまして、で、週末その自分たちの連の練習であったり、その関西各地の阿波踊りのイベントに出かけてっていうことが結構多くなりまして、ちょっとその旅行気分を味わいながら旅行行った先で阿波踊りを披露してお客さんに喜んでいただいて帰ってくるっていう、本当にその夢のような、はい、日々を過ごしています。はい。いやー、よろしいな。それではここで一つ目のキーワード。キーワードはく。続いて紹介するのは関西阿波踊り協会のホープ、住谷さんです。おるななそんそん阿波踊り。阿波踊りをすることで徳島を思い出します。住谷さんは2年前に徳島県から大阪にやってきました。現在ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会の職員として、大阪の中心地で働きながら阿波踊りを楽しんでます。でも非常に楽しく過ごしております。特に仕事と阿波踊り両方両立してできているところが充実していることだと思います。一番思い出すのは昨年の天神天満の阿波踊りです。たくさんの方が見に来てくださっていて、大阪天満宮で踊ることができたので、それが一番思い出に残っています。そういった機会を得られるっていうのは大阪で阿波踊りをして非常に良かったなと思います。いやー、ほんま良かったわ。それではここで2つ目のキーワード。キーワードはし。最後に紹介するのは
笑顔が素敵なヤギさんです。踊りゃにゃソンソン阿波踊り、きっかけなんか突然やりたいまあやっぱり一番は、まあ、自分が踊ってて楽しいっていうのがやっぱり一番楽しいんで、踊ってる時が。ヤギさんは徳島県出身で阿波踊り歴7年です。練習本番関係なく、ほんまに楽しそうに笑顔で踊ってます。やっとうわ。実はヤギさん、耳が不自由で音がほとんど聞こえません。苦労したとはあんまり思わないんですけど、まあ、難しかったなっていうのはやっぱり音が取れないっていうのが一つあって、その、まあ、阿波踊りって生音なので、こう太鼓の音とかすごく響くんで、大太鼓の振動で、まあ、大体リズムをそこで取るとか、あと踊りのきっかけを掛け声で合わせてるんで、だから他の人と一緒に合わせて踊るっていうところがやっぱりちょっと難しいっていうのはありました。そんな困難な中、7年間阿波踊りを続けてきました。最初始めた時にはもうそうやってみんなと合わせて構成踊るのは難しいかなと思ってたんで、まあもう流し踊りだけとかできたらいいかなと思ってたんですけど、まあ、やってみたらいけるんちゃうみたいな感じでみんながこう言ってくれたっていうのもありますし、鳴り物の音とかもその私が分かる音で作ってもらったりとか、構成やってる時には、まあ、自分で声をかけるようにさせてもらったりとかっていうようなところですかね。ヤギさんはね、見かけによらず本当に阿波踊り命っていう感じで、笑顔、素敵な笑顔にみんな魅了されると思います。まあ、踊りが上手いかって言われたらまだまだ全然だと思ってるんで、まあ、でも下手なら下手でせめて楽しそうに踊ってたいなっていうのはあります。まあ、やっぱり踊れるっていうこと自体がすごいもう嬉しいですし、まあ、その踊り始めたことによって、まあ、徳島にもそうやし、こっちにもその踊りつながりでいろんな友達とか仲間ができたっていうのはやっぱり嬉しいですね。うちも嬉しいな。それではここで3つ目のキーワード。キーワードはま。皆さんいかがだったでしょうか。ご家族で楽しんでる原田さん、天神天満阿波踊りが一番の思い出となった住谷さん、耳が不自由でも笑顔を絶やさない八木さん、素敵な方ばかりでした。今見てる映像は昨年末にライブ配信と感染予防という新しい形で行われたイベントです。やっぱり阿波踊りは見られてなんぼなんですね。阿波踊りやってみたいなと思いましたら、関西阿波踊り協会で検索してみてください。誰でも気軽に参加できます。そう、同じアホならオトラニャソンソン阿波踊り。最後にプレゼントのお知らせです。番組をご覧の皆様の中から10名様に徳島県特産品特選阿波牛すき焼き用 500g とハモしゃぶセットをプレゼント。関西阿波踊り協会のホームページから必要事項とキーワードをご記入の上ご応募くださいね。当選は発送をもって返させていただきます。